今日は番頭とネクタリン、先日試食したやつ、その動画を上げたやつの種をまいていこうと思います。なんでも、その桃屋台のおっちゃんの話では、ネクタリンの方は種をまくと、まあ3年で実がなるというので、それの検証ということもありますけども、まあもしそれがちゃんと実がなって、増殖できるようだったら、そしたら、うちにある他の桃の木だとかはもう接ぎ木して増殖させようかなという、そういうこともあって、やってみようと思います。あと、番頭の種も3個残っておりますので、それもついでに植えていこうと思います。こらこらこら、まあこんなもんですかね。横の方でいたずら坊主があれこれちょろちょろやってますけど、まあその辺はご愛嬌ということで、一つよろしくお願いします。これ見ての通りね、タンの園芸培養土っていうのは本当、田んぼの 泥土だとかそういうのに砂だとかもみ殻だとか堆肥だとかそういうのを混ぜて作っているという、そういうものなんです。日本みたいに鹿沼土だとか赤玉土だとかそういうふうな気の利いたものは火山性の国ではありませんので、そんなの全然ありません。川から上流から流されてきた土がそのまま堆積しているということで、日本の土より目が細かいです。すぐに、なんか粘土っぽいようなそういうふうな土になることも多いです。ですので、ここら辺のところはちょっと個人で配合だとかいろいろ培養土でも配合がそれぞれ違ってたりしますんで、土の状況を見ながら配合し直すとかそういう作業が必要になってきます。まあそんなこんなですけども、とりあえず種まきやっていこうと思います。で、番頭の種なんですけども、こういうふうに平べったくなってます。普通こっちがネクタリンの種ですけど、ネクタリンは普通のもの種の形してます。アーモンド型というかそれなんですけど、番頭はやっぱりあの通り平べったいということで、こんなふうな、なんか栗みたいなべったんと潰れたようなそんな形をしております。まあこれもアボカドみたいに縦にとんがってる方を縦にしたらいいのかなというふうな気もしますけども、でも割れ目はやっぱり桃と同じで横にこういうふうに入ってるから横にした方がいいのかなという気がしますんで、ちょっとここはひねくれて横にしたいと思います。そうですね、これよいしょ、どれだったかな、これだよな、オッケーオッケー、
まず3個だけ番頭で、あと残り19個がネクタリンになります。穴開けてきますね。あ、実際桃ですけどもね、うちの庭では東西南北、太陽を遮、大木だとかで遮った、そういったところに植えたら、そしたら花が咲いて実も 何回かなってますので、うん、そういったところに植えていきたいと思います。あとまあチェンマイでも郊外の産地だとかそういったところではね、普通に日向で植えてますから、うん、だから低地でもね、そういうふうな条件のあるところを選んで、そして栽培すれば、そうすればうまくいくと思います。まあ熱帯でそういうことをされる方というのは日本人ではまず少ないんじゃないかと思いますけども、うん、まあもし将来ね、ロングステイだとかで移住されることを考えていらっしゃるようでしたら、そういったことも頭にちょっと片隅に入れていただければと思います。ごら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 、あんた匂い嗅いだって美味しいもんじゃないんだぞ。なめてどうすんの、あんたうまくないだろ。どいてあんた、どいて。はい、そんなわけで終了です。そんなわけでまあ、タイだとかに移住だとか考えていらっしゃる方は、土の調合だとかそういったところをね、うん、気をつけていただければと思います。そんなところで今日はこれで失礼いたします。